はい、皆さんこんにちは。ここは新潟県阿賀野市になっております。ここ以前見た風景になっておりますけども、行ってみましょう。では早速目的の場所を行ってみましょう。その前にここに遊歩道があります。すごいね。今日は行きませんけども、こっちにもあります。こっちは前行ったことがありますんで動画残ってますけども、こっちはまだ行っていません。そして今日行きましょう。はい、そうしましたら、このカメラ GoPro11 で今日初めて撮影しますんで、どのぐらい撮れてるか、手ブレ補正もどのぐらいになってるか少し分かりませんけども、その辺心配です。帰ってからパソコンに入れて見てみないと、どのぐらい撮れてるか分かりません。あ、ここ川音声撮れてないんだよな。この先に足湯があります。結構水汲んでる人がたくさんいます。ここも前回映しましたんで省略します。あの顔の音と編集が面倒なんで省略します。はい、トイレ行ってきました。朝血圧の薬飲むとトイレが近くなって、トイレがどうしようもないです。今日のイベントはただチラシを見てきただけですんで、イベントの規模はどのぐらいか分かってませんけども、この先にあると思います。まあ一回場所は行きましたんで、前の動画も参考にしてくださいということで、結構飛ばします。さて、この正面のイベント会場、相当もう今から車が混んでおります。ここに人立ってますね。やっぱりイベント中だけあって人が立っております。ご苦労様です。はい、そうしました。あっと、はい、そうしましたら今日の目的地ここです。今日の目的はここです。では行きましょう。こっちもパトカーがありますけども、やばそうかな。ちょっと見ていこうかな。これは警察の方を映すとまずいですよね。 YouTube 映すまずいですよね。そうですね。はい、YouTube なんですね。じゃあ遠目からってんですね。はい、そうしましたら、あそこにパトカーとか白バイが飾ってありますけども、映さないでくださいということですので、遠目からだったらいいそうです。そして今回の会場、この芝生の上になっております。お疲れ様です。いい？でいいですよ、全然暇なんで。マスクしてて音声が取れないんだよね。はい、そうしました。じゃあ行ってみます。こちらは雑貨屋さんですね。結構これ靴汚れるね。ここがキッチンカーがたくさん並んでおります。こんにちは。映していいですよ今日も。30分。はい、分かりました。全体的にはこんな感じになっております。はい、じゃあチーズサラダ買いました。ここでじゃあおやつたくさん買っていきましょう。あ、これ美味しそうだね。映していいです。じゃあ椿餅よ。これ水ボナですか。はい、ここ映っていいです。あ、どうぞ。はい、YouTube 映していいです。アイス。はい、じゃあこれ一つ。よし、じゃあ川田で挑戦しましょう。2枚いきます。2枚で、はい、はい、ありがとうございます。でそしたらこちらの方にお名前書いていただいてもよろしいですか。1枚サービスよ。あれ、え、1枚サービスですか。まあ、おもてなし。一番最初なんで。じゃあ2枚ということで、はい、まあ、そうです。すげえ。あ、それでね。それはやばい。すごいわ。はい、それやばいですよ。頑張れ。あれ、実は日が入ってるんですか。おー、水族会館の夢でやってるね。あ、どうも、千田さん、どうも。どうもです。映していいです。いいですよ。 YouTube ですよ。あ、 YouTube やってるんですか。はい、いいですか。何の YouTube ですか。私の YouTube です。あ、何のチャンネルなんですか。私のチャンネルです。あ、どういうコンセプトのチャンネルなんですか。いや、何でも撮ります。あ、そういうのなんですね。はい、いいです。いいです、全然いいです、全然いいです。はい、はい、じゃあ千田さんです。はい、どうも、千田です。よろしくお願いします。
あー、GoPro いいですね、はい、いいやつ使ってますね。高野市の方なんですか？いや、五線です。あ、そうなんですか、はい、あ、今日はこのイベントあるということで遊びに来たんですか？あ、まあ一応最近撮影してなかったんで。はいはいはい、すごいですね。家族の皆さんと。いやいや、まあ、知り合いで。ああ、そうなんですか。あ、そうなんですね。はい、じゃあ今日一日楽しんでください。はい、はい、いや、すごい GoPro だ、すごいな。はい、そうしましたら河田せんべい、河田割っていただきました。クッキー、京子のお店のチーズラクトです。椿餅、草餅です。まあ、草餅あたりは味わかるから食べなくて大丈夫ですね。こちら椿餅も私 YouTube に載せてますんで、食べなくても味わかりますんで、これもパスですね。京子のお店のチーズ砂糖をいただきます。そうしましたら、じゃあこのアーガノのクッキーいただきます。クッキーじゃないな、いただきます。そうしましたら、いつもの猛牛ピザさんがあります。はい、そうしましたら、じゃあいつもの猛牛ピザさんです。はい、こんにちは。ありがとうございます。あー、そうかも。あれ、ブルーベリーが今回、はい、日陰で、はい、じゃあブルーベリーいきましょう。お久しぶりです。お久しぶりです。何？フォー食べます。スパイシー。レモネード。でも持てない。これ買って持っていきます。あ、わかりました。絶対一人で持てないから、これ先置いてきます。はい、どうぞ。お箸、はい、取っててください。はい。覚え入れます？はい、大丈夫です、うん。ありがとうございます。できました。できました。はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあキッチンカー揃いました。いただきます。私食べきれないんで、今日ゲストがいますんで食べてもらいます。どうぞ。はい、じゃあそうしました。ブルーベリーピザです。いただきます。ちょっと向こうで放送がうるさいですけども、音声取れてないかもしれませんけども、音楽だけなのかもしれませんけども、いただきます。いただきます。これ美味しそう。これいいですよね。うん、ブルーベリーとチーズのハーモニーが美味しいです。こうしました。いつものアダブさんのスパイシー、何でしたっけ。いただきます。うまいわ。そしてじゃあフォーかな、何かな。いただきます。あんが合うんだ。何袋あるんですね。これ素晴らしいわ。お湯出したら出したらね。うん。皆さん、こちら少し食べたくなったらお湯出したら、よろしくお願いします。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。帰ろうか。じゃあ今日はありがとうございます。ありがとうございます。ではじゃあ帰ろう。先に食べ逃げします。はい、お腹いっぱいなりました。帰ります。お土産の草餅と椿餅は、まあ味わかるんでお土産です。そしてあと会場、音楽鳴ってたんで編集がどうなるか分かりませんけども、ちょっと難しいものがあります。ここは新潟県阿賀野市浦野の森 OK325 シュッ。